これがアドカミオンの概念ですね。続きですね。重いっていうのを見つけるわけですね。走るにあたってね。それが大事だっていう話なんでね。それを見つけに行くわけですけど、なんか見つからない。思いは見つからないし、変なものに何癖つけられるし、最近つけないよな。開いてるぜ。あ、前は。あんた、この間の。ひどい、この人いきなり現れてね、とんでもねえ男性作っていきましたからね。信じらんないよ。本当にこんな人いたら困るよな。さあ、こっちのせいくだぜ。ここはトラッカーが集まるドライブイン。いらっしゃい。前みたいな小娘が来るところじゃないぜ。私は白石涼子。姫トラッカーってなんですね。姫トラースみたいな感じですね。何か。そうよ。あんたも名を名乗りな。じゃあこいつが天下一のトラッカー。こんなやつが天下一だなんて信じられないけど。なんでその相手に関してそんな下に向いて接するんでしょうね。いつもみたいに試してみる必要があるのね。何ボソボソ言ってるんだ。それにしてもあんた間の抜けた面してるわね。そんな面構えじゃ腕の方も大したことないんだろうね。バカ野郎、俺の腕は天下一だぜ。そう？じゃあ私と勝負してみる？おお、後で小枝書くなよ。姫トラッカーって言いづらいの自分からね。あ、いや、ね、これがマントラッカーか。白い竜が描かれてる。北海道白い竜、まさかお前が北海道。景気回復餅って何？まあいいね、喜んでみよう。面白そうだから。景気を回復する餅。
じゃあ、ここまでです。また次の動画で。